どうも菊之進です。今日は周囲に自分を堂々と見せる方法を7つご紹介します。自信を持っていつも堂々としている人って憧れますよね。この人は何事にも動じずブレない自分を持っているんだなとか、周囲から頼りにされているんだろうなとか、人付き合いもうまくいっていそうと羨ましく思います。そう思っていつも輝いて見える彼らに自信の源はどこから来るのかを尋ねてみると、決まって同じような答えが返ってくるんです。本当は自信なんてないですよ。そう見えるように見せているだけなんです。内心はビクビクしていることもありますよ。と、そう口を揃えて言うんです。そこで僕は一つの結論に至りました。自信がなくてもいい。大事なのは自信があるように見せることなのだと。謙虚でありつつ、いつも堂々としていれば、それだけで様々な恩恵を受けることができます。対人関係全般において舐められない。馬鹿にされない。仕事ができそうに見える。お客さんに安心感を与えられる、などなど、実際に堂々としている人って人生うまくいっているように見えますよね。それでは早速、自分を堂々と見せる7つのテクニックをお届けしたいと思います。堂々と振る舞えるようになりたい、周りを気にしない人になりたいという人におすすめです。それではどうぞ。1番目です。自分を堂々と見せる方法7選。まず1つ目です。1日1善をする。1日1善とは、1日に1つだけでも良い行いをすることです。どんな小さなことでも構いません。周りの人に対して良い行いをしましょう。たったそれだけで清々しく爽やかな気持ちになります。心が豊かになり、自信と誇りに満ちた生き方ができるようになります。例えば電車通勤の際にお年寄りに席を譲ったり、職場では共有スペースで汚れている場所をきれいにしたり、朝5分だけ早く来て自分とみんなの机を水拭きしたり、困っている同僚に手を貸してあげたり、会議前に自分の分だけでなく同僚の分の資料も印刷してあげたり、些細なことで構いません。何かやれることはないかなとアンテナを広げてみれば、自分にできることが自然と目に入ってきます。誰もやりたがらないけれど、やったら喜ばれるようなこと、なおかつ手軽にできることを見つけるようにしましょう。これができると不思議なくらいに気持ちが明るくなって、いつの間にか胸を張っています。人の役に立っている自分に誇りが持てるからです。2つ目です。自信なさそうに見える口癖に気をつける。脳は思いよりも言葉を強く記憶するという性質があるため、自信のない言葉を多用しないように気をつけましょう。日常的に使っていると自信のない自分を脳が勝手に作り上げてしまいます。次のような言葉を使っていないかチェックしてみてください。多分、きっと、〇〇な気がする、〇〇かもしれない。これらは憶測で話をするときに使う言葉ですが、使いすぎると自信がない人に見られてしまいます。あ、はい、あ、あのという言葉はおどおどしているような印象を受けるので、最初のあをなくすだけでも堂々として見えます。一応、とりあえず、これらの言葉は発言の責任を回避しようとする保身の表れと言われています。あまり使うと自信がない人に見られてしまうでしょう。すみません、口癖になっていると人の顔色ばかり伺う人という印象になります。お礼を伝えるときはなるべくありがとうに統一しましょう。これらの言葉に気をつけてみてください。そうは言っても、不確かな情報について尋ねられたときはどうしたらいいのという意見もありそうなのでお答えします。そんなときは、ここまではこうですが、ここから先は分かりませんとはっきりと言う方がいいです。あるいは、〇〇だったと思いますが自信がないので調べていいですかと伝えましょう。調べるのは面倒ですが、それが自分のためにもなることであればやった方がいいです。自分で調べることで自信にもつながります。3つ目です。低めの声で話す。胸を張ってゆっくりとよく響く低い声で話すことで、周りに堂々と見せることができます。低い音、低めのテンションで話すことは安心感やゆったり感を与えるのです。ある人格心理学の研究では、低い声のトーンで会話を意識すると、話している本人の自己認識も変化して、自分をよりパワフルに思えるようになるという結論が導かれました。また別の研究によると、子供っぽい高い声と大人びた低い声を録音して数十名の被験者に印象を尋ねたところ、低い声の方がパワフルで有能という評価を得たそうです。さらに、たった1日で声まで良くなる話し方の教科書という書籍では、低い声で話すことは落ち着いた印象になり、仕事ができるイメージになると紹介されています。低い声を出すことは堂々とした雰囲気作りに重要なんですね。では一方で、高い声は出しちゃいけないのかというと、そんなこともありません。スライドの通り、元気で明るい印象や優しくておおらかな印象を与えることができます。これらを状況に応じて使い分けできたらいいですね。
4つ目です。サンデー言葉を封印する。物事に対して前向きな考え方や捉え方をするポジティブ思考は周囲に堂々としている印象を与えます。会話の際にネガティブで締めくくる癖のある人は次の3つを変えるだけで劇的に変わります。でも、だって、どうせです。これらはサンデー言葉と呼ばれていて、その後に続くのは言い訳だったり、相手に対する否定だったり、諦めに近い言葉だったりで、その場にいる人のムードを下げてしまいます。なので、みんなが明るくなる、士気が上がるようなポジティブな言葉に言い換えましょう。それぞれ例文を交えながら言い換えてみます。まず1つ目です。でも、これはそれならと言い換えます。例文です。でも時間がない。言い換えるとこうなります。それなら時間の使い方を見直して取り組める時間を捻出してみよう。2番目です。だって、これはだからこそに言い換えます。例文です。だって専門ではないですから。言い換えると、専門ではない、だからこそ新しい発想を生み出せるとなります。3つ目です。どうせ。これはどうせならと言い換えます。例文です。どうせできないよ。これを言い換えると、どうせなら今までにないことをしてみようと、こんな具合です。例えば会社の会議とかで上司から意見を求められた時にこういう発言ができるとかっこいいですよね。主体的な人だなと感心します。5つ目です。適度なアイコンタクト。相手の目を見て話している人は堂々としているように見えますよね。目は口ほどに物を言うということわざがあるように、アイコンタクトは大切な非言語コミュニケーションの一つです。人間は相手の印象の 55% を視覚情報から得ていますが、アイコンタクトもそこに含まれます。ある心理実験では、相手の目を見ながら話をすると知的に見えることが分かっています。意識的に目を合わせるだけで、相手から有能だなとか自信があるなと思ってもらうことができるんです。とはいえ、相手の目をじっと見るなんて恥ずかしくて自分には無理という人もいるでしょう。そんな人は次のタイミングだけでいいので頑張ってみてください。話しかけた時、話しかけられた時、意見を言う時、相手が重要な話をした時、質問する時、回答する時、無理せずにできるところから始めてみましょう。また目をそらす時はゆっくりとそらしてください。早すぎると不安そうに見えるので、それを回避するためです。6つ目です。7対3の法則で自己主張。聞き上手な人、コミュニケーション能力の高い人は会話中に相手に7割話をさせて、自分は3割話すことから7対3の法則などと言われていますが、これは自己主張にも当てはめられます。周囲に同調する割合と自己主張する割合が10対0とか9対1だと疲れちゃいますよね。一見すると周りの意見に流されて楽なようにも見えるのですが、我慢ばかりしているとストレスもたまるし、人間関係も嫌になるしで、いいことってあまりないんです。何より周りから自分の意見を持たない人、自分に自信がない人だと思われる確率も上がってしまいます。そういう人は周りに合わせる割合と自己主張する割合を7対3にしましょう。これでだいぶ楽になるし、人間関係もうまくいきます。実は自己主張すると嫌われると思っている人はとても多いんですが、全くしないとそれもそれで嫌われるんです。難しいですよね。自己主張しないイコール何を考えているかわからない人と捉える人もいるんです。なので、意見を求められた時や何かいいアイデアを思いついた時、いざという時はしっかり自己主張をしましょう。自己主張を適度にする人は堂々としているように見られます。7つ目です。チャレンジ精神を持って取り組む。目標に向けて精を出している人って、それだけでなんだか輝いて見えますよね。失敗することを恐れずに何事も積極的に挑戦する姿は堂々として見えます。挑戦するというと何か大きなことを成し遂げなきゃいけないと思ってしまいますが、小さなことでいいんです。それこそ先ほどの一日一善でもいいし、将来のために資格の勉強をするでもいいし、趣味を見つけるとかでもいいと思います。何かに打ち込んでいる時って目の色も変わってくるし、醸し出す雰囲気や存在感も変わってきます。小さな目標を持って日々を迎えていると、周りもその姿勢に目を引かれます。オーラがあるように見えるんです。物事をやり遂げた経験はそのまま自信へとつながるので、一石二鳥ですね。最後まとめです。自分を堂々と見せる方法は次の7つでした。1、一日一善をする。2、自信なさそうに見える口癖に気をつける。3、低めの声で話す。4、サンデー言葉を封印する。5、適度なアイコンタクト。6、7対3の法則で自己主張。7、チャレンジ精神を持って取り組む。以上です。自信がなくても大丈夫。できることから始めていきましょう。応援していますね。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。さようなら。